の手配には常に気を配らないといけません。以上です。私が提案しました大筋の考えと協力の方向性についてヌビレット様のご意向を伺ってもよろしいでしょうか。非常に行き届いた考えだ。神里殿の言葉には大変な苦心がうかがえる。謙遜なさることはない。お褒めいただきありがとうございます。それで結論は、もし私自身に聞いているのであれば、個人的な興味と稲妻の文化に対する印象から十分な協力をしたいと思う。しかしフォンテーヌの運営は誰か一人の市場で左右されるべきものではない。その点は稲妻も同様であろう。何事も規則に沿うべきだ。もちろんその通りです。具体的な協力事項を書面でまとめ、パレメルモニアに1週間以内に提出いたしましょう。うむ、あなたからの書状をお待ちしている。ヨイミヤさん。はい、ショーラマドレーヌはどうぞ。これは彩香ちゃんが注文したんやから、彩香ちゃんが先に食べえな。私はヨイミヤさんのために注文したんですよ。ヨイミヤさんは甘いものが大好きでしょ。ほな、もうこれ以上譲り合いはやめにして一緒に食べような。いいですね。めっちゃ美味しいわ。ふわふわで柔らこうて、口に入れた時バターの香りがパーッと広がって、後味も幸せや。よかったです、ヨイミヤさんが喜んでくれて。とても美味しいですね。それにこの模様がとても気に入りました。総称らを模して作られた形なんやって。まだ見たことあらへんけど、どんな見た目なんか気になるわ。あやかちゃん、興味あらへん？空き時間で一緒に水の中を探してみいひん？いいですね。それでしたら早速後で行きましょうか。うん、あやかちゃんと一緒に行きたいとこまだ行さんあんねん。ほな、約束やで。なんて親切な人なんだ。ついてるにも程がある。ゆっくり歩いて。これぞ苦難の末に見えた希望の光というやつか。見える、見えるぞ、目の前の希望が。目の前にあるのは噴水なんだけど、せめてそのくらいはよく見てよ。少し遅くなったが、事件の調査に付き合ってくれたこと感謝する。今回は特巡隊を代表してではなく、個人として礼を言わせてくれ。まだ私と父の物語を聞きたいのか。父とは共に過ごした時間が長いとは言えない。特巡隊の仕事が忙しかったこともあり、あの頃父はいつも帰りが遅かったし、帰宅しない日もあった。ある時父が長いこと帰ってこなかった。1週間ほどだったか。町に買い物に出た時、初めて父がいわゆる罪人になったことを知った。そして私は罪人の娘となったのだ。だがその話はまた今度にしよう。実のところベロニカと彼女の兄には同情してる。二人が恨む気持ちもよくわかる。だがそれは
彼らが悪の道を行くのを認めるという意味ではない。たとえそれがもう一つの正義に通じているとしても、永遠は現実とは違う。あれは芸術であり、人々の心の内にある憧れだ。私は二重視が気に入ってるし、喜んで主役を演じさせてもらった。上映されたら歌劇場に見に行くつもりだ。観客も必ずこの永遠の結末を気に入ってくれるだろう。まあ、気遣い感謝する。では授賞式で会おう。あの永遠は絶対に受賞するだろうからな。